スマイナーズメンバー選考第5次最終オーディション始めます。はい、よし、はい、行きましょう。第5次は、フルコートで、対戦相手を呼びましたんで。あ、もう来た。あ、どうした。このチームです。やったもん勝ちや、こんなもん。うわ、ま、ちょ待って、マジ強そうやん。ちょっと、あと二つや、綺麗。綺麗なんかな、か、金持ってる感が。持ってるよ。金持ってる人。はい。何で俺に言うねん。ウメちゃんに言えよ。ウメちゃんに直接して何で俺に言うねん。目見て言えよ、ウメちゃんに。何で俺についてウメちゃん見ろや。ウメちゃん怖ないって、そんなに。全然怖ないっすよ。どうだろう。よろしくね。向こう顔も喋り方も似てんねん。下がれよ、仕上げとけ。向こう声も顔も似てんねん。これは700いますよ。 700?、はい、バギーが何読んのこれは。僕は58万人買った。何人なんだよ。俺が50だから。50から上は1300います。1300。桁違い、桁違い出ました。桁違い出ましたよ。これ結構より上。1400。はい、1400出ました。恐ろしい。3000。いた、岡田いったれ。9800。フォロワー数140万人。え、なんでよ。なんでやねん。何がやねん。何が140やねん。ダサいですよ。俺お前7000人しこれ。三つ子です。ようやった。もう一個だけいいですか。お前大丈夫か。大丈夫です。三つ子だって。三つ子だってやつ。ちょっとなんかね、まあ、あの後ろでちょっと隠れてるやつも気になるなと。リズムのタカ。大丈夫。
した結婚した結婚した。どんな奥さん？6日に結婚しました。6日に1月6日に、はい、うわプロポーズの言葉なんかどんな感じで？いやいいな結婚してください。ハワイ、ハワイもうええでしょ。なんで A パス出してんのよな。はい、あの僕も全国大会5回、天皇杯2回出てますんで。はい、どこでやってたんですか？僕カタール富山と山梨学院大学やってて出てたんで。それ超えれる方いますか？サンフレッチェユースがいるぞ。フレッチェユースおったね。サンフレッチェユースうちの CB。 全国大会5回優勝してます。なあ、密度ぐらい出してこなかったね。弱い弱い3回ぐらい。僕あのおプロの国内のタイトル全部取ってます。あとアジアもナンバーワンだった。何色や、ほんと帽子何色や。何色ですか？青です。青って。なんで手ぶらで行くの？いや、持ち逆忘れちゃってるじゃん。持ち逆忘れちゃったよ。武器置いていくなよ。ガッパイはどこやってんの？確かに。ガッパイ！もういけるか。もういいのそっちも出したいやつな。なんか出したい人いないですか？回してるとあいつなんかやりたい人いる？じゃあね、特技陽性持ってるやつ今日休みやね。陽性すいません、僕勝てる一つあります。僕ね、皆さんより絶対眉毛の位置低いんですよ。眉毛の位置低いんで、ちょっと見てもらっていいですか？まあまあ、普通のもあるしな。もうなんでみんな男が眉毛の位置低いし、まずかっこいいんで、あかんねん、かっこええねん。あかん、もう入ってくな。かっこええところ俺やよ。勝ちです。みんな思ってたんがただのハゲやんと思われた。言い方やもんな。でもな、眉毛低いもんな。僕の勝ちです。勝ちです。はい、もうこれで打ち取りです。うちはもう、もうみんな出したな。以上です。じゃあやろうか。ちょっとね、今 YouTuber の人気あんねん。買ったとするやろ俺らが。はい、そっちが。はい、ちゃんとフォロワーの人に言うてな。あかんでって、あんまりこっちに言ったらあかんでって。言うてや、仲良しよ、そこは。はい、それはじゃあ言います。ちゃんと言うてや、はい、負けた後な。負けた後すぐ打ち込んでな。その代わりそちらが負けた場合全員バイトやめてください。殺すぎか、殺すぎか。お前、届けるな。いつも頼んでくれてありがとう。まあ
言うとくとバイトがおるから店成り立ってんねんぞ。そうや、オーナーなんか何も偉くないねん、バイトさんが一番偉いねん。え、あれオーナー、そうね、そうや。だから俺バイトさんでいつも感謝してんねん。感謝せよ。バイトやめんで、ええか。やるな。普通になんかオーラ、いや、初めてオーラって感じたよ。いや、オーラあったな。あいつら持ってんだよ。お金持ってるチームは強いですか、絶対に。お金持ってるの伝わってきますよ。そうやね、強い、おしゃれやすな、なんか金持ちの余裕というか、髪色見ました、あんな色ないっすよ。これ絶対あれサッカーやっても崩れへん髪型やろ、うん、カチカチ、肌も綺麗しなあ、こっちブツブツだらけですもんね。若手時代ってな、肌荒れんねん。ブツブツだらけですからな。いや、ええもん食うてんねんって。あと、あの絡みに余裕ありましたね。いや、だから僕らガンガン行くけど、なんか一個踏まえて誰も前出てこなかったし、余裕あったな。後ろで声出してるやついなかった。そうやな、なんか、うん、すごい個人やってはるって感じやった。そうですね。俺は俺ってやめましたね。けど、まあまあ、で俺らやチームやから。そうですね。これマジ勝てる可能性あるからありますよ。だって向こう言ったらさ、ウィナーズとリベンジャーズと言うてライバルチームやろ。連携がね、連携がしちゃって、よう組むよな。確かに、そういう気持ちが俺分からん。人としてね。ライバルと組むなんて考えられへんやん。そうですよ。おー、もう行ったろ行ったろ。マジで行きましょう。マジで、ちょっとアップしよう。はい、先行チーム、先行チーム。田村健二監督率いる芸人チームのスマイラーズ。オーディションには芸歴や事務所関係なく、さまざまなルーツを持つ芸人たちが集まりました。サッカーが強くて一番面白いチームを作りたい。笑いとサッカー両方を審査される厳しいオーディションを勝ち抜いた精鋭たちが揃っております。スマイラーズの最終メンバーとして勝ち残るために、最後のアピール合戦が始まります。一方、こちらは YouTuber 選抜、ウィナーズとリベンジャーズ。普段はライバルチーム同士が合わさったオールスターチームです。メンバーはリゼムをはじめ、ハラキンカップル達也、マキヒカ、ソラチーなどなど、これまでにない豪華な顔ぶれとなっております。即席チームではありますが、個々人の能力の高さを生かし、芸人チームに圧倒的な実力の差を見せつけることはできるでしょうか。芸人対 YouTuber、 両者のプライドをかけた一戦、今キックオフです。さて皆さん、いよいよ第5次最後のポジションですから、相手はいつか倒す相手にいきなり来ていただいたので、まあ楽しんで、ただ皆さんはここを勝ち抜かないと、あの人たちを本当に倒す場にはいけないので、その辺も考えて、でもまあ楽しくサッカーやりましょう。はい、でゴール決めたら分かってるよね。忘れるなよ。ここがスマイラーズは大事なところやからね。これは大事です。分かりましたか。じゃあ楽しんで行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあちょっと前半チーム集まって、いつもいくんと、行こう行こう、いけるよ。じゃあ、ともいくん、まずは思い切ってやってもらう、セレクション段階なんで、はい、思い切ってやってもらわなきゃいけないと思うんですけど、チームとしてこう対外試合になるの多分もちろん初めてだと思って、でいろんなミスやいろんなことが起きると思うんで、それを仲間同士でしっかりコミュニケーションを取って、やってほしいなというのが思います。もうサッカーの技術戦術のところは、もちろん見るんですけども、それ以外の部分で、ミスが起こった時にじゃあどういう風なのかとか、単純に走るのか走らないのかどうなのかとか、切り替えのところどうなのか、そういうところが最も出ると思うんで、まあ、そういうところもみんな注意しながらプレーしてもらえればいいかな、はい、あとは助け合って、はい、頑張ってプレーしてください。よし、はい、で一応この前半チームはパナがキャプテンで、はい、はい、やってください。よし、行きましょう。よし、行きましょう。スマイラーズのスターティングメンバーを発表します。システムは 4-4-2。
ゴールキーパーは上松。ディフェンスライン右から須貝、立尾、田名、牧野の4バック。ダブルボランチ俊平と黒岩、右サイドに小田、左に杉山、そして2トップに太田と岡田です。注目選手はセンターバックに位置します、ナウオンセールの花、名門滝川第二高校出身のプレイヤーです。第一次オーディションから人一倍熱い思いを見せつけてきました。一方、YouTuber 選抜のフォーメーションは 4-4-2。 ゴールキーパー、リベンジャーズ・ドルジ。ディフェンスライン、右からウィナーズ・タケル、ウィナーズ・マキッタ、リベンジャーズ・ルチョ、ウィナーズ・ウメちゃんの4バック。中盤センターにウィナーズの翔平と慶吾、右にウィナーズ・コウジロウ、左ウィングにウィナーズ・アイム、そして2トップにウィナーズ・タカとリベンジャーズ・タツヤです。タカとタツヤ、ウィナーズとリベンジャーズのエースコンビが組んだ2トップの爆発力に注目です。白母ゲームとなります。 YouTuber 選抜対スマイラーズ、まずは右にエンドを取りました。試合に負けるとアルバイトを辞めることになるスマイラーズです。選手たちにとってはアルバイトの収入を奪われるということはサッカーができなくなる恐れもあるということです。速いクロス、まずはクリア、4番のパナ、ナウオンセール吉本興業パナ、 EXIT の金近大輝さんとシェアハウスをしています。近いサイド、ゴールキーパーマイマイの植松翔太、オーディションにはスーツで臨む、スーツでシュートを止められるゴールキーパーです。追っていくのがスーパーサイズミーの岡田、スーパーサイズミーはトリオです。相方の一人が鎌倉殿の13人に出演、その勢いに乗っかっていこうという岡田。6番の小田から1番の菅井、菅井がオーバーラップ、11番の太田から7番の俊平への横パスをカットされた。奪い返す小田と太田、太田がボールを前に要求しますが小田のショートパス短かった、フォローも入りますがシュートには至りませんでした。ケープの潮風の俊平です。競り合ったのは5番のテキサスマウンテンローレル牧野、2021年NSC 主席で卒業。先日霜降り明星の粗品さんに誰やと突っ込まれて少し切なそうにツイッターで返信していたのが印象的です。 YouTuber 選抜のボール回し、細かいパスをつなぎ次は左へ、緑の髪の毛は梅ちゃん、髪型がやはり崩れない YouTuber 選抜、お金があります。エリアの中で手を挙げるがクロスは逆サイドに流れた。ケアしに行っているのが9番ライフサイズの杉山、株式会社タップ、武志軍団の皆さんが所属しています。エリア侵入、頭ヘディング合わない、その後ろ潰れた。ゲルマニウムの須貝のカバーがありました。センターバック浅野拓磨、江戸川ジャンクジャンク立尾がオフサイドをアピールしていました。ゲルマニウム須貝が笛が鳴るまでプレーを止めませんでした。ボールは再び YouTuber 選抜挟んだ、2人で挟んでのプレスが効きました。守備力に自信がありますテキサスマウンテンローレル牧野。梅ちゃんが前、左のスペースへ進入、抜けた、やはりスピードがある、ダイレクトボレー、上松、ラーメン屋の職歴がここでも役に立ちました。足元のボール、今ボールがメンマに見えたでしょうか。田村健二監督の後ろには坪井圭介さん、いわゆるブレーン、二の矢三の矢と来るのか。 YouTuber 選抜展開作り直し、前に人数は揃っています。小田のディフェンス追っかけて細かいパスをつないで逆襲となりますか。小田から太田、また奪い返された。中のディフェンス、ゴール前密集している、距離のあるシュートは上松。
梅ちゃんが柔らかいパス、パナのディフェンス、セカンドボールを取られた。裏オフサイドはない。1対1上松、少し遅れてパフォーマンス。一連のプレーで2セーブです。スマイラーズはサッカー以外にお笑いでも点数を取らなければいけません。背中、パナ、牧野、牧野、深いところからクロスはピンチ、バーバーが助けてくれた。そしてオーバーヘッドのヘディングがかぶった。まだ運がスマイラーズにあります。ゴールキーパー上松の後はバーがケアしてくれました。菅井の胸、6番の小田、奪われた。中盤で3人に囲まれた。立尾が振り切られる、浅野拓磨が振り切られる、センターバックの浅野拓磨振り切られて決められた。 YouTuber 選抜先制。スマイラーズ前半に点を失います。小田のボールロストからでした。3人に囲まれた。これは小田を一概には攻められません。そして立尾も振り切られ沈められました。スマイラーズの逆襲なるか。9番の杉山、5番の牧野、本田圭佑と競り合う。牧野苦しい体勢でした。左足のクロスはそのままゴールラインへ。このあと後半の出場を待つメンバーです。頭でつなぎ合う。裏へ出るか。パナがいるぞ。パナの足と絡んだか。主審の指がペナルティースポットを指しています。パナの後ろ足が引っかかってしまいました。PK のチャンス、 YouTuber 選抜。2対0、 PK 献上で前半2失点目。背後を取られました。ペナルティーエリアでの争いになりまして PK の判定が下されました。前後半それぞれ20分。スーパーサイズ2の岡田、12番、梅ちゃんの勝ちと思いましたが小田がそこに加勢した。6番の小田、梅ちゃんを振り切りクロス、えぐる、上げられない。2022年の秋に松竹芸能の養成所を辞めまして2023年は賞金を生かして NSC へ通うという野望を抱いている小田。アウトスイングになりました。逆襲、 YouTuber 選抜。俊平の足を振り払う。須貝です。右サイドから左サイドまでカバーします。下がりながらのヘディング、須貝。パナ、黒岩の頭、8番、黒岩から小田、太田が、そして杉山が前にいますが出せない。ファールで YouTuber 選抜のボール。リスタート早い。牧野じりじりと詰めてがっちりと止めました。的確に間合いを詰めて相手に選択肢を与えませんでした。梅ちゃんが右サイドへ。また牧野、そこには牧野がいる。
佐賀大学の出身、相方は大学のサッカー部の1年先輩です。すらした、ハンドはない。相手からアピールがありましたがありません。12番スーパーサイズに岡田、梅ちゃん、そこにもう一人来た。ライフサイズの杉山、杉山の安定感は第一次オーディションから評価されています。株式会社タップ、ライフサイズの杉山。前半終了、 YouTuber 選抜が2点リードで折り返します。オッケー、大丈夫、オッケー、大丈夫、大丈夫、早すぎます。浅野より早いかもしれないです。多分ですよ。ちょっと体力もすごいですし、ついてったらちょっと。ちょっと今日3時4時やった後にやることじゃないですか。2人。総力で負けてる分にはしょうがない。今日は別に総力とか個人の競り合いとかそんなんことでも負けるのは別に、でそんなの評価してるわけじゃないから、そうチームとしてやってきてるところと、今日作ったチームでやってるわけだから、もうそこ、いやマジで 2-0 や。いやでもそのやられた後にどうしたらよかったかみたいな声がすぐ出てたのはすごい良くて、そういうなんか人間の部分のところがすごい良かったです。もう走り合いは負けちゃうからしょうがないと思うんで、そうやっぱり芸人は切り替えも早いしな。ほんまに、うん、もう滑った後次っていうなっていう感覚かもしれへんけど、でもいい、でもキーパーが乗ってくれました。キーパーが乗ってくれました。嬉しいです。でも牧野も良かったよ。戦ってたね。戦ってた。楽しいよね。楽しい。楽しいです。楽しいです。ギンギンじゃん。あとは縦パスはどうしても入れなきゃいけない。縦パス入れると絶対来る。その時にサポートの位置をここに欲しいんだけど、少し角度を作ったこの2つのパスコースを作ってる。そうと持ってる人が対してのパスコースもそうなんだけど、これができるとここの選手がここに落とすかもしれないっていうこともそうだし、ここの選手がこっちに絞るかもしれない、そうしたらここが開く、ただここに上がってくる選手がいる、そうしたらここにワンタッチで落とす、そういうことまで考えられるようになるから、だからここのサポートをしなさい。ボールを受けた選手が後ろ向きだったら後ろ向き、2つ角度をつけたサポートを作りましょう。そしたらそういう意図が、三角形作りなさいって言うでしょ。三角形作る意味ってこことここの選手を使うだけじゃない利点があるから三角形を作りなさいって言ってる。そうです。この選手が前を向いたら前向きにこことここにサポートを作ったりとか、この選手の選択肢が増えるだけじゃなくて、相手ディフェンダーがパス、シュート、ドリブル全部に対してのケアをしなきゃいけなくなるから、迷いが起きるし判断が遅れる。だから三角形のパスコースを作りなさい。でボール持ってる選手が判断が早い遅いはあるんだけど、それよりもパスが動かないっていうのは受け手の問題だから、僕は考えた。受け手が遅いからパスが動かないということは今後意識するといいかもしれないです。はい、はい、今この映像使われたら誰が監督やねん。俺も答えよ。こっちにいましたよ。俺でもそれはもともと諦めてるから、ね、俺はメンタル面や、はい、メンタル面、モチベーター、はい、ここ、はい、応援しよう、行こう、はい、じゃあ、ずっと立ててくれ、ちょっと感動早いかもしれんけど、やっぱ一生懸命やってんのかっこええな。もうできへんのよ俺らは、それができるっていうね、これも幸せやから彼らにとったらね。はい、うん、今の1本目のチームのことを見て踏まえると、やっぱりさっき言ってボールを持ってる選手がどこを向いてるかによってサポートをどこにつくか、近い位置にサポートしてテンポよくボールを動かして相手の隙があったら、もうそこで同サイドで攻め切る、同サイドで攻め切るをやってると相手が絞ってくる、相手が絞ってきて逆サイドが本当に空いたんだったら展開する、それくらいの
感じでいいかなと思います。はい、あと前半もそうだけど、サイドは多分攻略されるかもしれない。早い、相手早いんで、そしたら早くこの角度を作って首を振る。このままこのまま首を振るんじゃなくて、ゴールに対して背中を向けて首を振る。そういう対応を特に後ろの選手たちが、はい、心がけてみてください。はい、最初に言えよってね。いいですね。チームはフィジー、はい、お前キャプテンで、めちゃくちゃしんどなるからね。しんどなった時こそ上見て笑ってください。はい、笑っていこうぜ。はい、素晴らしい。元気よく行こう。いや、素晴らしい。関係性今のは素晴らしいですね。行ってこい。僕はね、これがね、いい監督とコーチのいい関係でもこれだと思うんですよ。監督はやっぱモチベーター、もちろん戦術的なことあるのもいいんですけど、やっぱりモチベーターがいいんですよ。細かいことあだこうだ言うよりも感覚とか、はい、そうで細かいことは僕みたいなコーチがいて、うん、ちょ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 言っとけばいいんですよ。俺もそれでいいと思う。熱量と そうそれが一番いいと思う。でももういい、めっちゃいいもん出てモテる。いや面白かったでしょ。いや面白かった。本当に何もできない、少し遠かれるとか。いやほんま、ね、そんな展開かなと思った。最高。後半0対2とリードされているスマイラーズ、対するユーチューバー選抜、イージー蓮見がスマイラーズのキャプテンです。後半はメンバーを変えます。スマイラーズ対するユーチューバー選抜、前半は速さそして運動量と、やはり違うぞというところを見せつけました。スピードに乗るイージー蓮見、36歳イージー、普段のウーバーイーツは原付で行っています。体力面にやや不安があるのか、どこまでトップコンディションに戻せるでしょうか。田村健二監督はモチベーターの役割を果たします。試合は後半、前後半それぞれ20分。松本取りきれない。 YouTuber 選抜エースの高、後ろから出てくる、止めたゴールキーパー。後半は岸大成です。カターレ富山ユース、山梨学院大学、全国大会計5回出場。クリアは矢吹です。岸大成、綺麗に抜けられましたが止めました。さすが全国大会5回出場、相手に全国大会5回優勝の選手がいたことで一瞬押されましたが、それはピッチでは関係ありません。入れ替わられた。やはりうまい、早い、冷静に右に出され、押し込まれた。さすが YouTuber 選抜。後半開始4分、取られました。イージー蓮見が切り替えの声をかけます。センターラインから電光石火のパス、一発で入れ替わられました。ついていたディフェンスは三浦、その後も落ち着いていた。マークも外され、完全に前を向かれていました。3失点目を喫したスマイラーズ、前半のメンバーです。イージー蓮見がボールを要求。坂本落として矢吹、緑が丘ポリプロコムの矢吹です。田村健二監督に滑って帰るというネタを披露した際、吉本ではタブーだと厳重注意を受けています。モンスーン小山から、ボールは YouTuber 選抜、三浦が取った、取ってそのまま持ち上がる、坂本とのパス交換。三浦まだ残っている、坂本から左矢吹、三浦はそのまま前線へ攻撃参加。梅ちゃんのカバーリング、シュートまでは至りませんでした。周りをよく見ている。大きい展開、ディフェンスの裏、旗は上がっていない。入った植木、体をスーッと入れました。株式会社タップライフサイズの植木、
また左へ植木の見せ場が来た。ディフェンスで見せる、激しさせました。ただ梅ちゃんのプレー範囲が広い、どこにでも顔を出します。三浦から津田ピエロ、スローインスライダー、イージーノーファール、ノーイージー、レフリーレフリーレフリー、高君、達也君。 YouTuber 選抜は後半の途中で2トップを変えます。高から歩む、達也から牧控えの交代です。2トップを変えました。 YouTuber 選抜です。利益三度見せ場、ボールダッシュ、スーッと入りました。リベンジャーズとウィーナーズの混合チーム YouTuber 選抜、フォロワー数はもはや全員合わせると国家です。スピード、スタミナ、全てが最高水準、体幹が強い、体が安定している、システマチックに崩した。YouTuber 選抜4点目、崩されました。田村監督、今胸に食らいする思いは、そして前半のメンバー、ライバルでありチームメートでもある後半のピッチで戦う選手たちにどんな思いで声援を、そして視点を送っているんでしょうか。キャプテンユージー・ハスミ、後半のキャプテンです。奪われた、裏への競争、ここは松本の勝ち、タッチに逃れます。ユージー・ハスミ、金色のパンツに見合わないサッカー技術を見せ続ける。芸歴が長くなると仕込みも万全。前後半それぞれ20分です。40分まであと針は少し。 YouTuber 選抜のフリーキックのチャンス、岸大成が壁の位置などを修正します。うまい、壁の横を巻いてきてポストの際を狙ってきたフリーキック、相手もうまければ岸大成も読んでいました。2022年12月にコンビを解散、現在はアスリートピン芸人になっています。その岸大成がボールをキャッチ、さあ1本前線へ託す、託して託して、坂本の魂はボールより先に行ってしまいました。何が起こったんでしょうか。イージー・ハスミ、ボールを要求、パス交換からイージー・ハスミ最前線へ、松本中へ切り返す、イージー・ハスミ、坂本取られた、ここで試合終了の笛、0対4、 YouTuber 選抜の完勝です。惜しかったな。いやいいんじゃないですか。どうだ、岸。ナスキーパー。すみません。ナスキーパー。はい。いや、まあ結果は4-0。うん。はい。まあ結果はまあそれですけど、いい姿を見せてもらいました。うん、必ずこれ見てくれた人の心動くと思いますから、まあ、結果も大事ですけどね、まだまだ初戦ですから。でも悔しいは悔しいよね。悔しい、うん、全く歯が立たなかったわけではないので、うん、心を上げていきましょう、はい、ただこの後、この後
おらへんなる人。あ、そうなんですか。みんなでやりましょうよ。みんなでやりたいよね。みんなでやりたいよね。残酷すぎる。そうやんな。そうですね。後半やっぱり前半でも少し押し込まれるシーンは多かったかなと思うんですけども、まあ、それでも全員が体を張って守る部分であったり一対一のところっていうのは非常に一人一人がやっぱりかける思いっていうのが見えたのが非常に嬉しかったですし、まあ、そういったものが見えたからこそまたこっちは選ぶ側としては非常にまた難しくなるなっていうのを感じたので、まあ、それくらいでもいろんな思いが伝わってくるような後半だったと思います、うん、ありがとうございました。気持ち入ってたもん。それがやっぱりね良かったわ、ほんま。悔しいな、なんかいいね、なんかめっちゃいい。マジっすか。嬉しいです。いや、ちょっと悔しいっす。悔しいよね、はい、悔しい悔しい。そのタイミングを逃さない。スピード乗ってない状況だったら速く作っちゃった。ちょうどセカンドの速さ状況早く作り、スピード乗ってる状態で答えると相手がスピードで当たりに行くと振り切られたファールに対象になっちゃった。相手がスピード乗ってるなと思ってたんですけど、僕に幸せよ。ペースを並走しながら少し少し近づいていく人で、あるよ、巻いて疲れてるよ、あるよ、あるよ。マジでチンチンしよう。頑張って、いや全然体力削ったから。筋肉あるのが絶対俺巻き忘れてる。筋力はね、トレーニングすればしゃべるっけ。大丈夫、絶対大丈夫。今日はでも起点を作るっていう部分とか作業結構難しかったサポートって感じ。そこから少し引っ張った状態から少し相手が来るんだったら、その選手がもらえばいいし、帰ってきたら触ってもらえばいいし、そこの判断をしないといけないので、それでは引いてもよかったかもしれない。めちゃくちゃ走るし、ガッツあるな。お笑いないんちゃうかな思ったんですよ。お笑いないですよね、このチーム多分。なんか思ってるよりお笑いお笑いしてなくて、びっくりしました。最初あの金パンツの方おって、のなんかソックスも変やったし、めっちゃお笑いやなと思ってた。あの人もめちゃくちゃうまいっすね。この方36歳だと。嘘でしょ。22の走りしてたっすよ。マジっすか。めっちゃうまかったあの人。あと誰やろ、サイド前半のサイドのマッチアップしてたんですけど、金髪のちょんまげの肩ももう取られへんような変な位置にボールずっと置いて嫌でしたね。結構癖物揃い、癖物揃いでした。あ、ほんお笑いやってないっすか。毎日練習しとるっす。お笑いしてくださいよあの人たち。なんかその印象的だったのは、結構こう点取られててもすごいポジティブなずっと声をかけてて、雰囲気はめっちゃいいなと思いましたね。であとちょいちょい上手い選手もやっぱいたんで、なんかディフェンスラインと結構バチバチきました、うんうん、めっちゃ俺のサイドの方がフィジカルついていたんで、うんうん、嫌でした。そうですね、相手のことで言うとなんかこう多分まだ全然初戦というかほぼ初戦な感じだけど、雰囲気はめちゃくちゃいいんで、多分修正力っていうのはチームとしてめちゃくちゃあるんだろうなっていうふうに思うので、多分リーグ戦まですごい仕上げてくると思うので、まあ気は抜けない相手だなっていうのは思いました。なんかふざけるんかなと思ったらふざけずにもうガチだったので、まあ、こっちもしっかり真剣にそれに向き合っていい試合が僕たちはできたのかなというふうに思います。まあ、芸人チームはそうですね、まあ、上手い人何人かいたのでリールズリーグも楽しみになってきました。最初おってなったんで、やっぱこっちもちょっとエンジンつけて、もうみんな前からプレッシャーかけていってたんで、まあ、いい試合だったと思います。そうですね、あのスマイラーズもすごい質高いですし、まあ、初めてでこんだけやれてるんで、まあ、ちょっと今後怖いかなっていうふうに思います。まあ、リールズリーグあともう本当に1ヶ月切ってるんで、それに向けて僕もしっかりコンディション上げていきたいなっていうふうに思います。芸人さんですよね。芸人さんですよね、皆さん。終わってからもう僕に普通にサッカーのアドバイスを。いやもうそっちになってもそらなるやろな、あんだけの試合したらな。いや、じゃあどうするか。